こんにちは、カジマルの聖巡礼です。今回は今年で第12回を迎えるいわくごもり祭りの点灯式に行ってきたので、その時の模様をお届けします。あいにくの空模様の下、まずは物販。場所はいつものいろは館。新作のグッズとともに過去のグッズも合わせて販売されていました。物販を終えて岩子温泉街へ。花屋の表記がなくなって少し寂しさも感じます。温泉街を歩いていくと役目を終えた花屋がちょうど片付けをしているような状況でした。時間があったので玉泉湖の方へも足を運びました。ここにかかっている橋はアニメエンディングで4人がいた場所です。さらに意外と行ったこともない人が多いと思っている場所へも行ってきました。ここは喫水荘のモデルとなった白雲楼ホテルの跡地。岩子温泉街からは山道を登ってたどり着くので、意外と行ったことのない方が多いかなと勝手に思っています。ぜひ行ってみてほしいですね。こちらの休憩所の屋根の裏には当時の模様が描かれたパネルが残っています。前段はここまでとして点灯式の模様へ。それでは皆様お待たせいたしました。これより第12回いわくぼんぼり祭り点灯式を開式いたします。いわく温泉は2011年4月からテレビアニメーション花咲くいろはの舞台いのさぎ温泉のモデルとして取り上げていただいており、放送直後から従来のお客様に加え多くの作品ファンの皆様が岩子温泉街に足を運んでくださるようになりました。その花咲くいろはの中に小さな女の子の神様が神奈月に出雲に帰る時の道しるべに望みを書いた札を下げたぼんぼりで送り出すぼんぼり祭りという素敵なお祭りのお話があります。昨年に引き続き10月19日土曜日に第12回いわくぼんぼり祭りを開催させていただくこととなりました。それに先立ちましていわく稲荷神社におきまして第12回いわくぼんぼり祭り点灯式を開催する運びとなりました。それではご参加いただいております皆様と一緒にカウントダウンを行いたいと思います。点灯の際には北陸アイドル部の皆様にもお手伝いいただきたいと思います。それでは皆様5秒前からカウントダウンをご一緒によろしいですか。はい、はい、では参りたいと思います。では皆様5秒前4 3 2 1どうぞ。ぼんぼり点灯です。ありがとうございました。このぼんぼり点灯は本日7月14日から10月19日に開催いたします第12回いわくぼんぼり祭りの翌日10月20日まで午後7時から午後10時の間点灯し、多くの皆様の望みをお預かりできるよう望み札掛けを設置しております。なおご奉納いただきました望み札は10月19日の本祭にてお焚き上げをさせていただきます。このまま上まで行きます。ここから先一番
番危険な。ここからは皆様の思いがこもったぼんぼりを移していきます。ということで今回は第12回湯涌ぼんぼり祭りの点灯式の模様をお届けしました。10月の本祭でまたお会いしましょう。